こんにちは、和やか仏教の時間です。少しでも仏教を身近に感じてもらいたいと講座をしております平井和久です。よろしくお願いします。では平井さん、今日のお話をお願いします。はい、今回のテーマは四天王です。はい、2回目なんですが、ぜひ皆さん前回のを見てから、特にですけど今回は見に来てください。私もちょっとまだ前回の話で理解しきれてないところがあって、今日もちょっと理解できるかなと思って、この第2回目楽しみにしておりましたので、よろしくお願いします。はい、はい、四天王といいますのは、仏教で教えられるもろもろの神、諸天とも言われますけれども、その中の、この4人のことは四天王と、こう言われるということは前回話をしておりました。はい、それぞれこの東西南北を守護する、守る存在として仏教や仏教世界、またその仏の教えを聞き求め実践する、そういう人たちを素晴らしい人だから守らせてほしいと、こう誓いを立てている、こういう存在が仏教でいう諸人、諸天と言われる存在でした。はい、その中の比較的よく知られているのはこの四天王という4人のことでした。はい、時刻天という人や、項目天、増長天、そして多聞天、毘沙門天とも言われると、この4人の神のことでありました。はい、そこで神といっても、この仏教でいう神というのは世間でいう神とはだいぶ違うよということ。違うんですよね。はい、だからついつい神という言葉を聞いちゃうと混乱しそうになるんですが、全くの別物と思って聞いた方がいいですよね、私たちが普段思っているものとはね。はい、はい、仏教ではですね、この諸人諸天の位置づけといいますか、どういう位置づけかといいますと、仏教ではこの最高の悟りがこの仏の悟りですが、この仏の悟りを開いた方々というのは、この大宇宙には、この宇宙にはたくさんおられると。これは諸仏と言われます。大宇宙のたくさんの仏方ですね。そしてその仏の悟りを開こうと今一生懸命求めている、仏の教えを実践している、こういう存在として、この菩薩という存在があります。そうですよね。ですから、この諸仏の下が菩薩ということになります。さらにですね、この仏教では菩薩の下が諸人、諸天なんですね。神って聞きますと、一般的にはめっちゃ上の感じですけどね。そう聞くと、そういう言い方はそんな上でもないんだなっていうイメージですよね。はい、仏教でいう神はそうなんです。ということですね。私たちはこの仏教のこの仏の教えをこの真剣に聞き求め、そして一年の瞬間に苦しみ迷いのもとが断ち切られて、本当の幸せの世界に生かされる時がやってまいります。そうなりますと、この仏教で言われるこの諸々の神々、諸天は、その仏の教えを求め聞き抜いた人をですね、教仏し守ってくださると、こう言われるんですね。教仏と言いますのは、敬って、僕はこれ平服の服ですので、ははーってことですよね。頭を下げるっていうことですね。ですので、この心から敬って素晴らしい人だ、尊い人だと、でこの頭を下げて、ぜひ守らせてくださいと、こういう風になるんですね。なかなか人間の世界で教仏されるってなかなかないんじゃないかと思いますけど。ないですよね。なんかそれこそ映画でなんか中国の皇帝でハーってやってるのしか見たことないぐらいな感じですよね。ありますけど、ただあれも本当に心から敬って頭下げてるのかなって考えると、ちょっと、とりあえずそうやってやっとかなあかんみたいなところがあってやる方が多いですよね。そうですね。そういう権力や地位を持っている人に頭下げとかないと出世できないしなとか、またお金もらえんしなとか。確かに本当に心の底から敬ってははっていうのって、そんなにはないですよね。旅館とか行ったりですとか、お店とかに行ったりして、その購入して帰ったりするときに、結構深々と頭を下げてもらうことになりますけど、ありがとうございましたみたいなね。なんかそんなの受けると、なんか自分が偉くなったような気になるかもしれませんけど別に自分をこう敬って、心から敬って頭下げてるわけじゃないですから、ね、違いますね。それはもうだって、お金をこう払ってくれるから頭下げてくれるんではい、お金出さなかったら頭下げてもらえませんから、ね、そうですね。そういうことを考えますと、
人間の中でもなかなかその心から敬って頭下げられるって、まあ、なかなかないなかなかねですけども、うんうんうん、ましてやこの、まあ、諸人、まあ、諸天から敬って頭を下げられるように、うん、なぜなるのかと言いますと、うんまあ、これは以前にもやりましたがこの仏の教えを求め抜いて、うん、そしてこの一年の瞬間に本当の幸せに生かされますと、うん、大宇宙の仏方ですねその人を褒め称えるんですね諸仏称賛と言いますけど あなるほどね素晴らしい人だと立派な人だとよくぞ求め抜いたと、うん、でこの褒め称えるわけです、うん、その仏方からこう褒め称えられる身になりますから、うん、ましてやその仏の下の菩薩のさらに下のその諸人、うん、諸天は、うん仏様から褒められる素晴らしい人だと尊い人だとあいうことでこの心から敬って、まあ、頭を下げそして守らせてくださいとこうなるんですねこれがあの仏教でいうあの、まあ、諸人諸天と言われる存在です、はいはい、仏教を聞き求めているそういう尊い素晴らしい人をぜひ守らせてほしいと、うん、こういう存在としてたくさん説かれているんですが、まあ、その中のまあ、代表的な4人にこの四天王と言われる存在もいるということですね、うん、仏教を追い求めていつの日か悟る人たちを見守ってる人みたいなイメージですかそうですね簡単に言うと、はいま、今私の理解した、はい、守り応援しているだとかその本当の幸せになるところまでこの守りまたなった人をこの、うん、素晴らしい人だと守ってくださる、うんまあ、こういう存在なのでですからあの、まあ、神っていうとあの世間一般には私たちが頭下げてですね、そうですね、どうかお願いしますっていう、まあ、こういうイメージが強いと思いますがあの、はい、仏教では違うんですね違いますね仏教では違いまして私たちが頭を下げる存在ではなくて、はい、私たちはその神々に諸天に頭を下げられる身に早くなりなさいよとへ誠の幸せになるところまで聞き抜いて、うん、そして、諸人諸天から享福される身に早くなりなさいよとこのように教え進められているのがの仏教と、はあ、こういうことですね。なるほどね。ついついその神っていう言葉を聞いちゃうと前回で言ったそのいわゆるこの世の中にもよくある神のイメージどうしても強すぎてそっちに考えが走っちゃうんですけどこうやって聞くともう全くぶっちゃけ別の言葉にしちゃった方がいいんじゃないですかぐらいの感じですよね。そうですね。神という言葉使わずに違う文字にしたらもっと分かりやすいんだなと思いながら聞いてましたぐらい違うということですよ。そうですね、はいはい、分かりました、うんはいまあ、その違いをよく知っていただけたらと思います、はいはい、今回もありがとうございました、はい、ありがとうございました。